久保さん、久保さん、おはようございます。なんかおじさんになりましたね、僕ね。久保さんね、おっさんだな。おっさんですね。散歩中です。いやね、あの仕事がないと、これ仕事なんですけどまあ今ね、今日平日ですかね。今日平日か曜日感覚ないですけどまあお仕事されてる方はね、朝から出社されてると思いますけど、やっぱね、時間がね、あるんですよ。暇なんですよね。まあ僕は商品販売あるので、まあその時間はちょっと必要なんですけど、ただ一般の人に比べるとまあかなり時間あるんですよね。逆に商品販売しなくなったら、こうマジで何もやることねえなみたいなね。そう。まあでもこれが人間の心理かなと思いますね。余ると分け与えたくなるっていう。余るとね。まあ全てです。まあ前澤社長とかもね、あのお金ばらまいてましたけど、お金なかった時あんなばらまけなかったし、ばらまく、もはや欲しいっていうみたいな感じですよね。なお金も時間もあり余ると、じゃあその時間を自分の時間に使うんじゃなくて、相手の悩み、まあ相手の問題ですよね。そこに時間を費やすみたいな。でも多くの人って自分の時間もないし、お金もないから、そこができないんですよね。できないというか、そこが苦痛というか。でもこれは本当ね、人間の心理ですね。だからつまり、あのお金と時間が増えれば増えるほど、もっと増えるっていうね、もっと増えるんですよこの、なんだろうな、このサイクルですね。でもこのサイクルから抜け出すためには、なんだろう、あのその自分の時間だったりとか自分の収入を増やすためにやるべきことっていうのは、犠牲というかね、まあロボットのごとくやるというか、なんやろうな、まあとりあえずやりまくんないだますけどね。そう。だからまあこの生活して5年経つんですけど、おお、こんな生活があるんだなっていうね、今でもなんか不思議ちゃんですよ、久保さん。前までね、ずっと景色会社しかなかったですから。起きたら会社みたいなね。ずっと十何年会社で働きましたけど、ねえ、ゴーストライターでメルマガでなんか自由になれますよみたいな書いてましたけどね、自分全然自由じゃなかったからまあこういう世界が本当にあるものだっていうのはね、未だになんかちょっと、なんか5年経つんだけど、なんか未だに違和感ありますね。なんか本当に一般の人たちと違え生活してるなみたいな。まあでも人生で生きてる間で、まあこういう体験ができたっていうのは、あの本当インターネットのおかげだなと思いますけどね。そう。だからなんだろうな、あのまあ久保さんが好きであり続けるっていう話があったんですけど。まあ好きを見つけていくっていうのが一つの人生の暇つぶしの重要なポイントじゃないかなと思うんですよ。例えば嫌いな仕事でも嫌な仕事でも、そこで好きを何個も見つけることができれば、まあ楽しくなるだろうし、でも逆に好きを見つけることができなければ、まあ嫌いのままだし、好きだけじゃ多分ずっと好きは続かないんですよ、飽きるから。だけど違う好きを見つけるとね、あのまた好きを維持できるし、だ好きっていうのをやっぱ見つける発見するのが人生なんじゃないですかね。どれだけ好きっていうものを見つけられるのかっていう、世界不思議発見っていう番組もありましたけど、世界好き発見、なんかちょっと語呂が合わないですね。まあいいや。だからなんか愛車とかも、久保さんもそうだと思いますけど、今回ね100万ぐらいかかったみたいですけど、
なんかその100万かかっても愛おしいと思えたりとか、そのね、人に洗車をお願いすることもあれば、自分で磨くこともあって、自分で磨いて綺麗になっていくキットを見てね、愛おしく思ったりとかね、また好きになったりとか、なんか掃除めんどくさいんだけども、まあ掃除自体ってめんどくさいんだけど、だけどこう綺麗に自分のね愛車がこう綺麗になっていくのをこう自分でこう手入れしていくとね、また愛着が湧くというか、好きがこう見つかるというか、だからいろんなことやっていろんな好きを見つけるっていうのが大事じゃないですかね。ね、久保さんね、最近朝ね散歩してるんですけど、いいですね散歩もね、散歩もいいですね、いいもんですね、このコーヒーを飲みながら散歩、悪くないですよ。感じですかね、はい、今日も好きを見つけられてる人生送ってますか。いってらっしゃい。